全チャーというわけで今回はセレクション又吉選手使っていきたいなと思います。待望のホークスバージョンが登場ということでセレクションでようやくね登場してくれたんですけど、球種はね去年のシリーズ2とちょっと変わってるんですよ。去年の中日バージョンの又吉選手はチェンジアップがあって高速シンカーだったんですけど、チェンジアップがなくなって高速シンカーが超高速シンカーに変わってます。まあ、あと特殊能力もね変わってるんですけど、超大ピンチ20丸伸び切れということで特能はむちゃむちゃ強くなってます。又吉選手の極みを持ってたんで簡単にね継承で終わってるんですけど、まあ、ちょっと2体持ちするか迷いましたね。まあ、一応ね A ランクが5枚あったんで、まあ、2体持ちしようと思ったらできたんですけど、まあ、ちょっと照合できないんでね、まあ、今回は継承して照合分に A ランクを回してます。それでは称号チャレンジやっていきます。まあ、狙いはもう1点でミスターコントロールですね。ミスターコントロールのみ A 同値になるということで、それを狙ってやっていきます。で、先ほど言った通り A ランクは全部で5枚あるんですけど、本がね、2人分しかないんで、まあ、今回は2回のみやっていきます。まあ、どっちも本5冊ね、9枚あるからこれで1枚増えてちょうど2人分です。ということでもうミスターコントロール1点でいきましょう。なので通常のね又吉選手は A 同値狙えないんですよね。さあ3、4、火の玉、うわ逆違うのよ。火の玉が9位プラス3でミス、正規がプラス1だからそれの逆だったら同値なんですよね。ということで2回目いきましょう。まあ、一応ね4がついたんで圧縮にはなるんですけど、まあ、4がついたらの話ですね。さあ2回目の称号は不屈の闘士ということで、まあ、ミスターコントロールは簡単にはついてくれませんね。まあ、まだね、称号を今後するということを考えると、まあ、火の玉にしとこっかな。又吉選手がねプロスピで登場してくれたのは嬉しいんですけど、まあ、現実はね右足骨折で競技復帰まで3ヶ月前後ということで、いや痛いですね。やっぱり今年の前半戦とか特にね本当に又吉選手がいなかったらもっと負けてたんじゃないかみたいな試合多かったんで、いや又吉選手が3ヶ月前後か、もうシーズン最終盤ぐらいですよね。ということで、お、ホークスのユニフォーム着た又吉選手初登場ということで、まあ、特能がね結構強いし、まあ、純正で特能全部出たら多分相当能力下がると思うんですよ。スピリッツ高いし、でやっぱりこの超高速シンカーが強いかな。お、やば、めっちゃ能力下がってる。これも詰まってて2球で終わっちゃったな。それでは2回、まだ2球しか投げてないんでスタミナ全然あります。でやっぱタイピンね出てから見たいっていうのもあるし、まあ、タイピン出てからの方がねスラカットが生きてくるんですよね。カットの変化量が4、スライダー3だとあんまりスラカットの力が発揮されないんでね、変化量の差があんまりないんで、なんでタイピン出るとカットが6、スライダーが5、そうなると相当強いと思います。それまではこのね超高速シンカーで意外と曲がるな、変化量3でも。これが本当に強いね。うん、詰まってる。さあこれ落ちそうだな。又吉選手ねリアル軌道結構強いんですよ。リアル軌道相当ストレート浮くし、あのサイドだからねこの変化球のねその曲がり方とかも特徴的なんで、まあ、リアル軌道の大会中にね追加されてたら、まあ、使ってたんですけど、まあちょっとねリアル軌道終わっちゃってから、もうリアル軌道って本当年一の大会なんで、まあ使わないかな。もう、まあくまで12球団目線で使わないだけで、ホークス純正はねもう本当必須級だと思うんで、まあ、もちろん純正では活躍してもらいます。強くね、なんか超高速シンカーでしか抑えてない気がするんだけど、まあ、又吉選手がね怪我したっていうのもあると思うんですけど、秋吉選手をホークスが獲得したということで、まあ、それはねまた別で動画にしようかなと思ってます。右のサイド王国みたいになってますね。又吉選手、秋吉選手、津森選手、なかなか右のサイドがね、3人いるっていうのは珍しいと思うんで、ちょっと楽しみだな。まあ、あと又吉選手ね、オールスターのファン投票で1位に選ばれてたから、まあ、それが見れないっていうのもちょっとショックですね。又吉さんはねやっぱりツイッター上での広報なんで、やっぱいろんな選手の写真をね、楽しみにしていた分ちょっと悲しいな。おお、なんか変な終わり方しちゃった。11連勝中の人が入ってきた。てなわけでいつも通り大会ルールです。やっぱ大会ルールね見とかないとね、スピリーグで絶対にね活躍してもらわないといけないん で結構時間に余裕があったらリアル軌道もね強いって言ったんで、リアル軌道も見せたいなと思ってます。それでは又吉候補を使っていきましょう。さっきと同様これで抑えれるんじゃないかな。もうねこれ投げときゃ結構いける気がするんですよ。うわ、めっちゃ能力下がってる、やば。え、待って待って待って、54、59、
これがスピリッツ4100プラス極みホークス魂プラス、まあ、特能の力ね。あ、やばい、超高速進化だけでいける。そろそろタイピンチ見せたいんで敬遠しときます。でタイピン出ましたね。さあこれでどれくらい強いかですよ。ここが肝心。初球カットボール6ですからね、結構曲がります。しかもまた、え、なんか今回さ球数少なすぎん。また相手のノリさんがすごいかわいそうなことになってるんだけど、ミート37パワー42って D ランクぐらいじゃない。うわすっげー強い。これビビるぐらい超高速進化強いね。あの超高速シンカー投げるピッチャー、まあ、金子千尋選手もね確か超高速シンカーなんですけど、まあ、あれはねあの変化量があんまないんですよ。あれくらい曲がる超高速シンカー投げる選手ってあんまいないので、まああれは結構刺さりやすいと思いますね。ああ失投打てちゃった。尺が心配になるぐらいすごいペースで進んでるんですけど、まあ、それぐらい又吉選手が打ち取りやすいのかな。とりあえずね、予告していた通りリアル軌道を見せます。リアル軌道の又吉さん結構凶悪なんですよ。でストレートがねまず浮きます。結構浮きますね、こんな感じ でシンカーとかもサイドから投げてるんでこんな感じで曲がるし、カットボールとかも結構曲がるんですよ。なんでねリアル軌道の期間中に又吉さん来てくれてたら多分入れてたと思う。ということで超タイピンが見たいんで超タイピンを見せます。で超タイピンチ出た時のストレートもっと浮くんですよ。は出なかったし、追い申告敬遠をさせていただきます。さあタイピン出ましたね。さあこれで、かなり強くなったと思います。初球スライダーから入ろっかな。そうスライダーもねサイドから投げてるからこんくらい曲がるんですよ。で肝心のねストレート、そうこれねボール2個分は言い過ぎかな、でも1個分以上はね絶対上がってるんですよね。うわなんだそのシンカーえぐ。でタイピン出た時はねストレートのあれが S になるんで S のサイドスローは相当上がります。でシュートも多分いけるんじゃないかな。シュート詰まりそうだな。多分シュート強い。うん、かなり速いですからね。まあ高速シュート超高速シンカーっていうまあダブル高速なんで、まあここら辺は強いよね。わー普通にうまい、打たれた。うわー全部出た、全部出て相手がどれくらい落ちるか見たかったのに向こうも全部出たからちょっと分かりづらいな。おおうまい、ストレート狙ってきた。自ら満塁にしたとはいえちょっと打たれたのショックだな。ちょっと0点でいきたかった。この動画はもう打たせません。はい、ボール球、相手の人うまいな。これリアル軌道だぞ。今のもボール球ですね。もううまい本当に。さあ2点ビハインドの最終回なんですけど、大谷さんちょっと打てる気しないな。多分打てないです。ああどう超える、ちょっと詰まってるか。まあ、又吉選手ね怪我しちゃったんですけど、まあさすがにシリーズ2出るんじゃないかな。まあ、出ない可能性もねちょっと浮上してきちゃったんですけど、まあ、多分出ると思います。これも詰まってるか。やばいな、詰まりまくってる。全部外野フライというわけで、又吉選手いろんなルールで使ってみたんですけど、まあ、やっぱりねホークス純正の中継ぎ陣には必須だと思います。なのでセレクションで取れる人はね取った方がいいのかなとは思うんですけど、まあさすがにシリーズ1の最後らへんでね、中継ぎの追加で又吉選手来ると思うんで、まあ、そこまでね待つのもありだと思います。やっぱりこの特能の組み合わせのね偉大さを知ったのと、まあ、やっぱり超高速シンカーでね変化量3、タイピン出た時が変化量5、まあ、これが本当に凶悪だったね。もう最初の方このシンカーばっかで抑えてたんで、まあ、この高速シンカーがやっぱり又吉選手ね最大の武器だと思います。とりあえず A ランクがあと3枚あるんで、まあ、また本貯めてね、次こそは9位請求 A 同値狙えるようにやっていきたいなと思います。高純正の皆さん絶対に獲得しましょう。